山田良二は、日本の政治家。衆議院議員、岐阜県下路市長、下路町議会議員を歴任した。岐阜県松田郡下路町生まれ、早稲田大学大学院政治学研究科修士、家庭中退。総大在学中は、早稲田大学郵便会に所属していた。1991年10月、下路町議会議員選挙に出馬し、初当選。 1995年3月、ゲ路町議会議員を辞職し、岐阜県議会議員選挙に出馬するが落選。1999年に再度岐阜県議選に出馬するも、再び落選した。2000年の第42回、2003年の第43回衆議院議員総選挙に民主党公認で出馬したが、それぞれ自由民主党の金子和義、藤井隆夫に敗北。 2004年4月、市町村合併に伴い誕生したゲロ氏の市長選に出馬し、当選。2007年4月の岐阜県議会議員選挙では、現職の駒田誠を支持せず、新人の伊藤岩尾悟への支持を表明。これに対し、駒田を押すゲロ氏議らが、山田の支持表明に反発し、5月7日、ゲロ氏議会で辞職勧告決議が可決された。 ただし辞職勧告決議には法的拘束力はなく、山田は辞職勧告決議が可決された直後、市長を辞職しない意向を表明した。2008年4月、再選を目指して、ゲロ市長選に出馬したが、ゲロ市議を辞職して出馬した野村誠に敗れ、落選。翌二千九年、第十五回衆議院議員総選挙に民主党公認で比例党会ブロックから出馬し、 当選した。2011年民主党代表選挙では、自身が所属する花生会会長である財務大臣の大義彦の推薦人に名を連ねた。2012年の第46回衆議院議員総選挙には出馬しなかった。2012年4月8日に告示された岐阜県下呂市長選挙において、 国示前に立候補者の一人である石田義弘への投票を呼びかける国土交通大臣前田武氏名義の文書が地元の建設業協会幹部へ送られていたことが4月11日の衆議院国土交通委員会で自民党の伊藤義隆によって明らかにされた。前田は同僚議員に頼まれて中身を見ずにサインしてしまった誠に軽率だったと深く反省している等と 釈明し、文書作成に関わった政務秘書官が4月16日に辞任したことも明らかにした。野党各党は大臣自筆の署名があったことなどから公職選挙法違反の疑いがあるとして強く反発。4月18日には自民党、みんなの党、新党改革の3党合同での前田に対する問責決議案が参議院に提出され、4月20日、 午前の参議院本会議において、野党の賛成多数で可決された。2013年1月22日、公職選挙法違反について、岐阜地方検察庁は、一部県議不十分、一部基礎猶予で、不起訴処分とする。前田国交省と田中防衛省の問責決議を可決に言ってるニュース24-2012年4月20日、問責決議可決。 与野党対立が一層強まる日テレニュース24-2012年4月20日、前田元国交省、不起訴処分に、岐阜地検日本経済新聞2013年1月22日。ありがとうございます。